新天地キャンプイン狭早く次の町へ行かないとな。パイオット気絶を治療し、へえ、ダウン中に使えばそのまま回復がいけるのか。いいね。1個作っとこう。はい、美味しそう。こういう裏側に何かないか、つい見ちゃう。なんかゴースト系の敵とか出てきそうだね。まさにだ。裏向いたら、えい。ここは迷いどころさん。もぐもぐ。どこだ。判定が、あ、回復までするのがいやらしい。おやつ投げガール回復。さっきの 75% であの威力だったからな。またもぐもぐか。これ回復されちゃうからきついね。こいつから潰すべきなんだろうけど、ちょっとここまで減らしてるんだったら。あ、2発か。なかなか強い。場所が切り替わるとね。ここまで仕掛ければ一回キャンプ行くかキノコだ。あ、降りれた。こういう立体的にね、フィールドを捉えないといけないからな。下には虹の巻き貝まで。未だ使い道はわからないけど、おそらく小さなメダル的に必要になってくるんでしょうね。そしてまたグール的なやつがいるな。殴れ。あー、殴れなかった。もよもよ。2体きついね。毒？そんな攻撃ないぞ、まだ。燃やしてあげたいな。何を中心に行くか。お、いいね。やはり弱点。もうちょいだった。これ多分もぐもぐで回復しちゃうから。27か。うわー、こんなちょい残り嫌ですね。2発が。どこだ。よし、耐えた。まあ右上のやつはすぐ落とせるとして、いや、それよりゼイルで下のやつ狙い。で、こいつはこの一撃で落とせる。敵の攻撃が激化してるな。ルーセントの町。あ、もう出口か。助かる。うわー、怖。ゼルダのあの裏の世界かのようだ。ちょっと違うかな。ここはなんか通り道って感じだね。
迷いの森だの、なんか吸血鬼の館だの、なんかそういうのがありそうだね。街なのになんかおどろおどろしい。編み物おばあちゃん、呪いの声のせいで全てを奪われた。泣き女、全てを奪われた。そして俺たちには、あ、虹の巻替えを奪われると思いきや、俺の兄さんに埋め合わせをさせろ。棚の中には気になるものはなかった。兄さんの写真的なものがあるのかな。兄弟としての兄さんなのか、それともただならぬ関係の方の兄さんですかね。敵？それとも町人？ここはどこだ、どこなんだ。ん？僕たち？ん？君たち、私のターボクッキーを見てないか。ああ、そんな感じのは持ってないっすね。なんかただならぬ雰囲気のやつだな。仲間になりそうなぐらいに。あ、でも仲間になるんだったら顔アイコンあるか。道具屋っぽい。装備品、ただ魔法、迷いますね。あ、金がなくなった。金歯、すべての店で 10% の割引を受けられる。わー、これはあった方が良かったじゃないか。先にこれを買うべきだったよ。お金が大変だ。酒場、前の町のホテルの入り口の一人みたい。悲しみの第一段階、皆さんに合ったやり方で現実と向き合ってくださいませ。え、お好きな席にお座りください。群れの使いがスルリと取れるお食事やお飲み物。特に話を聞いてる感じじゃないね。定型文のように言葉を返されるだけ。会話が通じているようでまるで通じていない。楽団による演奏。ほう、これは寝る前にまず町の探索の方がいいかね。現実と向き合えない、だからこうやって通じていないのか。そしてここにもあの左下にゲームがあるね。コンサディーナ、アコーディオンとはちょっと違うの。でかいこと言っていてもみんな上の空で聞いてるかのようだ。星の雨何か重要そうないいこと、何かを言いかけたね。でかー、どっから出したそのコントラバス。戦いのサポートにすら回らないか。ガールはこの戦いについてこれそうにない、置いてきた的な。救ってやらないと、この人たち。その前に一休みイコールそんな恐ろしいことなの。ホイールズ、これクリアしないと次のがゲットできないのかな。
絶対ある以上の音が聞こえてると思うんだよな。これ。あ、これ音が止まってる。ちゃんとこうやって話してるとき、演奏してない楽器の音が。ね、なくなってるね。で、ちゃんとこのアコーディオンっぽいのを演奏してないときは止まってるっていう、細か。すげー。ちゃんと演奏のギャラもらっておけよ。そして遠ざかるとこのように音も遠く聞こえると。あれ、演奏終わった？なんかこれ動かせそう。そんなことない？変な位置に絵があるからさ。お、音楽変わった？うわー、いろいろ聞いてたい。そして外にも音楽は聞こえないか、さすがに。島から出られない。シチュー、そんな文字のシチュー。こういう絵とかなのかな、その兄さんっていうのは。木こり。町の西の隅っこで亡霊。あれって亡霊だったの？いっぱいトマトなってるね。ジャブジャブ。上がれないな。なんかフックショット的なやつがあるのかな。なんか丸太っぽいのがね、気になるな。あれ、これはあれかね、おっちゃらっかホイをやってるのか、それとも手押し相撲かな。あ、でもこれ自体はいろんなとこにあるからフックショット的なものではないかな。とりあえず休みの、数日後。真ん中にあるのがさっきの市中かな。海賊の一員に。でもこうやってフラグな気がするな。仮に OK されても、この戦いが終わったらは、今の流れはダメなフラグだな。あ、これが、わあ、呼ばれたってやつか。確実に何も起きていなかった10秒前は何をなさってましたか。暇を持て余してた、確かに。悲嘆に住まう者。そうやって町の人たちは運ばれていく。
船長何か知ってるというか、何か経験しているのかな。何か急に焦って止めようとしてるね、船長。何々の様子を見てくるわ。それもまたフラグに聞こえるけども、これは心配してあいつらの様子を見に行くの。フックを外しいの。また演奏してる。船長はどこに行っちゃったんだ。北東と言っていたからこっちだね。船着き場のようなものがこっちにあるけど、渡し森の番所、多分こっちは先に来ても意味がないんだろうけど、色付きの炎を見せればキーアイテムがない。お、釣り場があるじゃないですか。四天の陣、これはやらなくてもいいけど、やったら何か手に入る系のやつかな。上りの風で倒せるかな。何かが足りてない。やはりこのフックショット的なものが今後手に入って、で街中のやつとかここのが触れるようになるとかかな。とりあえず釣りだ釣りだ。カラレ川。あ、ここは全部初になるね。細長い。シュッ。わあ、濁ってて分かりづらい。骨の魚出た。カルシウム取れちゃう。ボーンパイク。切り身？身なかったでしょ今。もう強い。ああ、切れてしまった。激しい動きが。めっちゃ押さえてるけどダメだこれ。リール巻かずに左右だけ行った方がいいのかな。リール巻きながら左右への調整したりするけど、あ、なるほど、離れてる時にリール巻いちゃうとどんどん切れちゃうから、真ん中のこの大丈夫ゲージのとこ入った時にだけリール巻くようにした方がいいんだね。今までずっとリール、触りっぱなしでやってたよ。おお、なるほど、飛んでる時にリール引いてやったら今みたいに気絶状態になるんだ。それが今引き時だね。釣りの説明全然見てなかったから。なんか透けてる魚出た。幽霊魚かな。うおー、左左持ってかれる。あー、なんて強いんだ。よし、今引け。よし、気絶させたら今のうち。もうちょいもうちょい、このまま引っ張って。バケチョウザメ、キャビア取れるかな。これでコンプ。
呪いの森、館の前に森に入る。やっぱ森ステージはありますよね。おい、いきなり敵いる。ついスルーしてしまった。公爵帝ルーセント。